前回のあらすじ。料理人を目指すマリサは、ゼルダのやりすぎで投稿が遅れに遅れてしまったのだった。怠けてただけじゃねえか。怠けてはないぞ。ゼルダにも料理機能がある。これで修行してただけだ。見てろ。私の素晴らしい料理を。今日は酪農会だ。なかったことにすんなよ。良い料理を作るには、いい素材が必要だ。そこで、私は牛の育て方にもこだわることにしたぜ。それはいいんだけど、なんで柵が3つに分かれてんの？今から行うのは、いわゆる実験だ。霊夢よ。牛にクラシックを聞かせると美味しくなるって話を知ってるか？ああ、なんかそういうのあるらしいね。私もその要領で、3種類の牛を育てたいと思う。まず1チーム目。クラシックを聞かせて育てるぞ。クラシックはリラックス効果があって、牛のストレスを軽減できるらしいね。ウプ主はストレスフリーな人間だから、全然効かないらしいぜ。続いて2チーム目。メタルを聞かせて育てるぞ。これ大丈夫なのかな？メタルの方が好きな牛もいるかもしれないだろ。可能性はなくはないけどね。そして最後のチーム。アニソンを聞かせるぞ。なんでキルミーチョイスしたの？ウプ主がキルミー以外の萌えアニメをほとんど見ないからだ。ご注射にしてくれ。じゃあ帰るわ。なんでナチュラルに喋ってんの？とりあえずこんなもんだな。それじゃあ作業でもして待ってるか。よし、どんな感じに育ったか見てみるか。めっちゃ光輝いてるんだけど。クラシックを聞かせた牛は成功っぽいな。よかったよかった。このチームはまあいいんだけど、問題は他だよね。2チーム目はこんな感じだな。キノコ生えてるなんでだよ、なんでムッシュルームになってんだよ。どうやら牛たちにメタルは刺激が強すぎたようだぜ。頭脳細胞破壊されたらこうなるの？ちなみに私はクラシックよりメタルの方が好きだぞ。どうでもいい。ひどい。つうか、メタルでこうなるんだったら、アニソン聞かせてた牛たちはもっとヤバいんじゃ。こうなってた。もはや種族変わってんじゃねえかああ、心がぴょんぴょんするんじゃ。わーい、楽しい。ねえマリサ、こいつらどうすんの？殺す。躊躇なさすぎでしょ。よっしゃ、育てた牛でステーキを作るぜ。お、今回はステーキなんだね。ただ、普通に作るだけじゃ面白くない。というわけで鉄を探しに行くぞ。あ、へぇ。取ってきたぜ。今すっごい間抜けな映像流れなかった？気のせいだ。かまどと鉄6個で調理用鉄板が作れるぜ。これの上で肉を焼くと、さらに美味しくなるんだ。本格的だね。さすが料理モッド。ただな、調理するのにマグマとかが下に必要らしい。よいしょ。いやこれダメでしょ。どうやら真下に配置しないといけないっぽいな。てか、あの鉄板どう回収するの？バーニングキャッチ！これも全部三国先輩のせいだ。なんでや、三国先輩関係ないやろ。正しくはこんな感じでやるらしいぞ。ようやくできたのか。村人 B さん、今回も美味しい料理作るから、期待しとけよ。また村人の服が脱げてしまうのか。それじゃあ、調理するぜ。と言っても、肉に胡椒かけて焼くだけなんだよな。また実写かよ。あ、ミスった、あのさ。とりあえず焼こう。見た感じ結構いいお肉だよね。そりゃクラシックを聞かせて育てた。って設定だからな。設定かよ。よし。はい、完成。鉄板で焼いた肉はこんな感じで設置できるぞ。さりげない鬼畜行為やめえや。いただきます。うまい。男の生き顔なんて見たくないんだけど。なんかごめんね。そういえばさ、私たち料理の修行に来たんだよね。そうだな。このままここでダラダラやってる感じでいいの？霊夢、私が何の考えもなしに人生を過ごしてるとでも思ったか？うん、村を抜けると広い平原がある。ここら辺は建築をするのにぴったりだ。ここに店を建てる。というわけだから協力してくれ。豆腐製造機マリサちゃん一生のお願い。しょうがないなぁ。じゃあ、正規はよろしくね。ああ、どうしてマイクラには回転切りがないの？任天堂に怒られるからでしょ。回転切りで思い出したんだけど、霊夢はさ、ゼルダのアニメって見たことあるか？え、そんなのあるの？海外限定だけどな。へぇ、見てみたいなぁ。そんな霊夢の願い、叶えて信じよう。やったー。先に言っとくが、後悔するなよ。
come to town. Come to save the Princess Zelda. Gone and put her away. Now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! ここまで見てくれたみんな、どうもありがとう。チャンネル登録、Twitter のフォローは、お済みかな？まだ済んでない方は、登録してくれるとありがたい。